どうした壊れてしまったもうパンは焼けないトースター君との唯一のつながりだったのに二人で買ったものが一つ一つ消え最後に残ったのがことにも目を向ければいいそんな風に思ったって結局そのまま壊れてくものがあったって直さずそのどこかな中を見るのが怖い